バナナの品質基準を定めた1994年9月16日の委員会規則ナン、no. バー2257-94ナン、no. バー2257-94オブ16セプテンバー1994レイングダウンクオリティスタンダーズフォーバナナズは1995年1月1日に施行された欧州連合におけるバナナの初基準を定めた規則で曲がった バナナ法王ともあだなされた。その後、2011年12月19日成立の委員会実施最速ナ、no. ンバーワン333-2011により、バナナの販売基準が制度化され、バナナ産業におけるこれらの基準と通知義務のコンプライアンス検証について規定が設けられた。この最速は2012年12月9日をもって有効となった。 この規則は未熟で青い状態のバナナに対して適用されるものであり、従って小売業者よりも栽培者や卸売業者をターゲットにしている。主たる規定として対象となるバナナが市場に出される場合、青く未熟であり、身が固く無傷で食用に適しており、腐敗の影響を受けておらず、清潔で害虫がついておらず、また害虫による傷もなく、 奇形あるいは異常の曲がり方をしておらず、へこみ等がなく、意味、異臭もないバナナである必要がある。サイズにも最低基準があり、長さが 14cm、太さが 2.7cm 以上と定められた。バナナの品質分類にも最低基準が設けられ、エクストラクラス1クラス2に分類された。このうち形及びその他の基準を完全に満たす。バナナの実が、 エクストラ級に分類される。クラス2のバナナは例えば形に欠陥があっても良いが、クラス1のバナナは形にわずかに欠陥がある程度でなければ認められない。とはいえ、これはサイズの分類に関しては当てはまらなかった。最低基準を下回るサイズのバナナの販売はほぼ例外なく禁止だからである。この規則は1995年1月1日に、 施行され、その全体が直接的に欧州連合の全加盟国へ適用された。その後、バナナの販売基準を定めた2011年12月19日の委員会実施最速が制定された。この最速は2012年12月9日より有効となり、バナナ産業における販売基準及び通知義務のコンプライアンス検証について規定が設けられた。 この規則によれば、高品質なバナナに分類されるには、異常な曲がり方をしていてはならない。これが、欧州連合は程度を問わず曲がっているバナナであれば、等しく販売を禁止するとして様々な噂話に繋がった。この、曲がった、バナナという議論は、欧州連合の支持者からも、会議論者からも、頻繁に聞かれた。支持者たちは、出所の怪しい、 ミスリーディングなユーロに関する都市伝説だとする傾向があり、会議論者はこの曲がったバナナをヨーロッパの官僚制度がいかに無駄であるかの一例として利用した。2008年7月29日、欧州委員会は特定の果物や野菜のサイズや形による品質規制に関わる一部の規則を見直す予備投票を行った。委員会のプレスリリースによると、 昨今は高値がつきながら需要も増大しており、これらの生産物を投機もしくは廃棄することは合理的ではない。農業委員長はこのことは官僚的な形式主義をやめようという我々の強い意欲の現れであり、私はこれが見直されるまで要求を押し通していく。こういったことを規制するのは 欧州議会の仕事であるはずがなく、相場市にでも任せた方がずっといいとの声明を出した。こうして新たな規則が2009年7月1日をもって有効となった。上記のプレスリリースの内容は盛り込まれず、またバナナにも1994年9月16日の委員会規則ナン、no. バー2257にも言及がなかったが、修正点に関する報告書では、 バナナの品質規制に関する内容も含まれ、あの不評だった、まっすぐなバナナという基準という表現を用いて、直接的ないし明白な参照のされ方もしている。このことは、元々の規則が、実質上、曲がった、バナナを禁止していたことを自白したも同然であり、茶番であったことを認めるものであるとする論者もいる。ありがとうございます。